誰かに言われた余計な一言でくっさり傷ついてしまう、そんな経験をしたことはありませんか？開運コミュニケーション講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は誰かに言われた一言でぐさっと傷ついてしまうっていうことを経験したことがある方、もしくはついいらぬ一言を言ってしまって相手を傷つけているかもしれないっていう人に向けて、いらぬ一言はいらないんですっていうことをね、お伝えしていこうと思います。で、言葉ってね、本当に武器にもなるし狂気にもなるんじゃないかなっていうふうに思っていまして、例えばなんか世の風潮的にね、思っていることをストレートにそのまま伝えた方がいいみたいな感じになってるじゃないですか。だからといってほんまに思ってることをね、そのまんまドストレートに言ってしまうと、知らない間に相手を傷つけてしまっているかもしれないっていう可能性も高いんですね。で、実際私の受講生の方でも、まあお友達、仲いいお友達がね、一応仲いいお友達がいつも一言いらんこと言う。で、それがすごい気に入らないんです。毎回傷ついてしまって、その傷ついた気持ちがね、取り払えない。で、またその子に何か言ったら傷つくんちゃうかなっていうのがずっとネックになってるんですっていう方がいました。本当に私たちは言葉を自由自在に使って会話をするんですが、自分で思ってるよりもだいぶオブラートに包んで言わないと、相手は知らない間に傷ついてしまっているっていう可能性があるんだなと思うんです。まあ例えばね、思ってることをこうストレートに言うってね、なんかこうそれを自負する自称サバサバ系女子とかね、あとついいらぬ一言をつけちゃってるよなっていうのに気づいてればまだしもだけど、つけてしまっている口悪系の女子なんかは特にちょっと気をつけた方がいいんだけど、実はあなたが知らない間に周りの人はあなたと距離を置こうとしています。もしくはあなたには本当のことは言わないようにしよう、本心は伝えないようにしようって思っていたり、数を重ねていくとそっとブロックされたりそんなことが出てくるという感じなんです。で、人は本当にね、あなたが発した一言で喜びもするし傷つくもあるっていうとこなんですよね。例えばね、よくありません？ピアス買ったのって、こうピアス買ったのってどうどうって見せてきた時に、あー可愛いんじゃないそのピアス、でもあなたにはもうちょっと小さなピアスの方が似合うと思うよ、とか、髪の毛切ったの、おーなんか雰囲気変わったよね、でも前のロングの方が好きだったな、とか、でそういう会話ってついしてしまう人っていらっしゃいます。あとはね、例えばね、ランチで美味しいパスタ屋さんに行ってきたの、あそうなんだ、私もさ、この間美味しいランチ行ってきて、絶対そこのお店の方が美味しいと思うよ、みたいなこととか、相手が言った一言に共感もせず、まあ、共感したふりはするかもしれない、共感もせずそれを打ち砕くような一言、言ってる側はもしかしたらもっとちっちゃいピアスの方がこの人似合うのになっていうな、お世話というかアドバイスのつもりかもしれない。でも言われた側にするとすっごい気に入って買ったピアスをダメ出しされてるんですよね。そうするとやっぱりちょっと傷ついたりもするし、髪の毛にしてもロングだった人がショートにしてるのにもかかわらず前のロングのが好きだったとか言われると、もう伸びないじゃない、しばらく、いやショートダメなんだって思ったら、もう毎日ショートの髪型を見るのは嫌だったりするでしょ。本当にこのね、いらぬ一言っていうのは相手に不快感を与えてしまうっていうことを忘れちゃいけないなって思ってるんです。で、これ実例なんだけど、私が体験したことでね、例えばじゃない、一人の人がお土産を買ってきた方だったんです。
で、まあ、それは20個ぐらい入っててみんなで食べるような感じ、ちょっとつまみながら食べるっていう感じだったんですが、それを出し張った時に2つは置いといてね、私のやからって言う張ったので、全然置いとくよ、置いとくんだけど、みんなにどうぞってお土産買ってきたんですって出してる中で置いといてねって言われると、その時の空気感がなんかちょっと食べにくいっていうのが広がったんです。で、結局みんなねあんまり手をつけなかったのよ。そしたらその人はね、なんで食べないのって、美味しいよこれって、せっかく買ってきたのにっておっしゃるんだけど、いやなんか残しといてって言われたらちょっと食べにくいしっていう空気感が広がってたんですよね。これもね、いらぬ一言なんです。みんなに買ってきたんだったらもう残さず全部食べてねって言ってくれた方が、え、いいのありがとうって言ってすごい食べやすいじゃないですか。でも置いといてねって言われるとちょっと遠慮が入ってきたりしません？人を傷つける言葉だけじゃなく、人のテンションを下げるような言葉っていうのも言葉の狂気になってるんじゃないかなって、そんな風に思ったりもします。まずね、その一言を発する前に、これ言ったら空気感どうだろうとか、これ言ったらこの人傷つくんじゃないかとかっていうことを一回考える余裕というか、考える時間みたいなのがあってもいいんじゃないかなって、そんな風に思ったりします。まあ、本当にそのキャラクターでね、何を言っても許されるようなタイプもいるんだけど、まあ大概の方が何を言っても許されるっていうことはないと思っているので、その自分が発そうとしている一言で自分が言われたらどうかなっていうのを考えてから言ってもいいかなって思ったりします。例えばピアスね、さっきのピアスがもっとちっちゃいのが似合うのになって思っても、買ってきたそのテンション、本人気に入ってるんだからいいやん、いちいち言わんでもって思うんです。でもご本人がピアス買ったの、私この長さ大丈夫かな、どう思うって聞かれたら、うん、もうちょっとちっちゃい方がいいかもしれないけど、それも似合ってるよって言ってあげれた方がご本人傷つかないし、あなたがどうしてもしたいアドバイスっていうのもついでにできるんですよね。物の言い方っていうのは本当に相手の立場に立って言うって分かってると思う。多分よく聞く言葉だし、でも普段の会話の中では相手の立場に立って物を言えてないという人の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思って今日の動画を撮りました。で、私ももちろん何かポロッと言ってしまってることもあるし、あれ言うんじゃなかったなって思うこともある。言ってしまって後で後悔するときはちゃんと謝るようにしてるの。さっきあんなこと言ってごめんねとか、あのピアスの件ねってちっちゃいのが似合うって言っちゃってごめんねとかで、ちゃんとそこで小さなわだかまりができてる可能性を考えてすぐ修復をしとくっていうことを意識してやるようにしています。その一言を言う前に相手の気持ちを考えて、それを言ったら傷つくんじゃないか、余計なお世話なんじゃないか、いらぬアドバイスなんじゃないかっていうことをね、考えながら私も人とのコミュニケーションっていうのを取っていきたいなって、そんな風に思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。吉原亜美のミューズチャンネルでは、再生リストの方に絶対的強運体質になる方法、美肌育成法、ラジオパーソナリティがお伝えする婚活舌発声法、そして最速婚活マインドなどなど振り分けて投稿していっておりますので、登録チャンネル登録から、再生リストの方見ていただいて、そしてあなたの毎日にね役立つような何かがあればいいかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。